中国原産で仏教とともに日本に渡来したとされるイチョウには別称がある。高尊樹は植えてから孫の代になってようやく実をつけることに由来する。横脚は歯がアヒルの足型に似ていることから命名された。宮沢賢治の童話イチョウの実は、イチョウのお母さんから千人の金色の子供銀杏が旅立つ姿を描いた作品である。出発を悲しむ母は扇形の黄金の髪の毛を皆落としてしまい、北風が吹くと子供らは「さよならおっかさん」と雨のように枝から飛び降りてゆく。南陽市宮内の熊野大社でも今年は大イチョウが一斉に落葉したそうだ。神社入り口の御神木は県天然記念物に指定されており、推定樹齢850年、根回り 7.7 メートル、高さ30メートルを誇る。黄金色の絨毯が参道に敷き詰められたかのような光景を13日付の本誌が伝えている。古い和装本にはイチョウの葉がしおりのように挟まれていることがあるという。虫食いを防ぐ効用があるとされていたためで、書物の持ち主が大切に扱ってきた証ともいえる。末広がりの形をした黄金の髪の毛を拾い、愛読書に忍ばせておくのも晩秋の思い出となろう。